ザック・キングは、ロサンゼルスに拠点を置く、アメリカ人の映像作家で、ツイッターのショートビデオクリップバイン及び、YouTube 動画投稿者である。手品のような演出のデジタル編集された6秒動画、マジック・バインズが最も知られている。キングは、2008年から YouTube へ、ビデオ投稿を行い、そして2013年にはバインにも投稿を始めた。キングは、これらビデオを、 デジタル技術と呼んでいる。2010年、ヒューレット・パッカードの広告コンテストで優勝し、ロンドン映画祭オープニングイベントのレッドカーペットに招待された。2013年には、YouTube の NEXT UP Creators コンテストも受賞した。キングは、アメリカ合衆国オレゴン州のポートランドに生まれ育った。7歳の時に、家庭用ビデオカメラを用いて、 最初のビデオを撮影し、14歳でカメラと三脚、マッキントッシュコンピュータのビデオ機材一式を購入して撮影と編集を始めた。そしてバイオラ大学の映画メディア芸術学科に進み、2012年12月に卒業した。キングは2008年より自身が運営するウェブサイト、ファイナルカットキングを開設。インターネット上で ソフトウェアのチュートリアルがないことに気づいたキングは自身のサイトで動画編集ソフトフィナールカットプロの使用におけるトレーニングとヒントの提供を行った。同時にソフトウェアを用いた視覚効果の実例を紹介するために YouTube への投稿を始めた。運営するウェブサイトの閲覧者を獲得した後彼らにトレーニングセミナーを売り始めその収入を大学の学費に充てた。 そして2012年、ケーブルテレビチャンネル、サイファインの番組、ウィルスビデオショーで放送された、ウィルスビデオ対決に参戦した。ビデコン2012年ゴールデンウンチショーを授与される、キング2011年、キングは、大学の友人と作成した、ジェダイの子猫というタイトルの動画を YouTube に投稿した。ライトセーバーで戦う2匹の猫の動画は、閲覧数が3日間で100万を超え、 後に500万に達した。自作のジェダイの子猫の逆襲は1000万ビューを記録し、そして第3弾のジェダイの子猫、ホースと共にが2014年に発表された。キングの公式 YouTube チャンネル、フィアナルキアトキングで公開されている。キングは2013年5月に YouTube によってアメリカの最も有望な若い映画制作者25人に選出された。 YouTube が主催するネクストアップクリエイターコンテストの一環として4日間の YouTube クリエイターキャンプのためにキングは3万5千ドルとニューヨークへの旅行を受け取ったコンテストへはうまくいかないコンテストエントリーのタイトルでキング自身が空襲と地上放火による攻撃を避ける動画を提出した多くの友人がソーシャルメディアウェブサイトのアカウントを所有しているのを見てキングは 最初の30日間は毎日1本の6秒動画を作るという目標を掲げ2013年9月にバインのアカウントを作成した。いくつかの動画の成功を収めたキングはさらに新しい動画を作成し投稿を続行することに決めた。2014年1月には著名なトーク番組エレンの部屋に出演。番組のスタッフと共にいくつかの動画を作り上げた。 2014年現在、キングは、整形のためにガレージを拠点として6秒動画を、制作している。インディペンデント誌によるインタビューにおいて、キングは将来、アクションアドベンチャー長編映画の監督がしたいと、望んだ。キングの6秒動画は、複数のメディアや、番組プロデューサーで、ジャーナリストのシェパツエンザ、人気男性誌、コンプレックスマガジンに寄稿するジェイドエ ハンラによって紹介された。2014にはイギリスのエレクトロバンド、ルディメンタルに彼らのための動画制作を求められた。ありがとうございます。